皆さん、こんにちは。ドラマーの田中良です。というわけで、本日はですね、お気に入りのスネア紹介ということで、今このセットについているこのスネアですね、まさしくこれです。こちら、ラディックのブラックビューティー、こちらをご紹介したいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。もしよかったらですね、チャンネル登録とかいいねとかしていただけるとすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。 というわけで本日のお題がこちらのブラックビューティーの紹介ということなんで勝手な単なる自慢動画みたいな感じなんですけどとりあえずやっぱりね前も言ったんですけど楽器なんで音出してなんぼだと思うのでこちらの音撮ってみたのでこちらをご覧ください んさあいかがだったでしょうか,なんかザ・金属銅というかねまさしくなんか金属のスネアって感じのいわゆる一般的な音がするかなと思うんですがこちらのスネアそしたらもうちょっと詳細を見ていきましょう今ですね、えー、とヘッドは、うん、まあこれ見て分かるとおり CS コーテと貼ってます。これね昔 すごい好きで、いつも CS コーテッドばっかり貼ってて、えー、その後ね、しばらく貼らない時期が来て、なんか CS コーテッド飽きたなみたいな感じで、で、1周してまた最近好きになって、やっぱこれいいなっていう感じで最近貼ったりしてます。で、裏はですね、よいしょ、えー、っと、今ついてるの、あこれ、アサプラさんですね。アサプラさんの裏ヘッドがついてます。75S ってやつですね。メイドインジャパン。で、スナッピーがですね、これ、友達に確かもらったやつかな、確か。 ピュアサウンドのスナッピーなんですけど、まあ、基本普段は今たまたま最近変えたんですけど基本はラディックのもともと付いてたやつをよく使ったりしてますでですね、まあ、特徴というのが何と言ってもこれですよねこのチョキン「彫金エングレイブド」っていうやつなんですけどこの辺がこうなんあの金属の表面をこう彫ってあるんですね で、こういうなんかお花みたいなマークがついててこれ多分ヴィンテージのリーシューみたいな感じのやつで1920年代ぐらいにこういう柄を入れたスネアがあってブラックビューティーそのものなんですけどで多分それをイメージしてある種まあ復刻版みたいな感じだと思うんですよねこれなんかねここにちょっとこれカメラだとすげえ見づらいんですけど「リミテッドエディション」って書いてあるんでなんかねこれ年代とかよくわかんないんですけど正直。 なんかの限定版なんだと思います。でラディックのこういうのあの年代を調べるときにですね、えー、っとこのこれですねバッジ、このバッジの形とか書いてあるやつで調べるらしいんですよ。あの僕もそんな詳しくないんで今回ちょっと改めて勉強したんですけど、この形のバッジがこれキーストーンバッジっていうらしくって。 他にもなんかね、四角いひし形のやつとか丸いやつとかそもそもラディックの社名が違うやつとか WFL だったかなとかいろいろあるんですけどこのキーストーンバッジでしかもここにモンローって書いてあるんですよねモンローってのは都市の名前です NC なんでこれノースカロライナですノースカロライナ州にあるモンローっていう都市で多分僕ねツアーで行ったはずなんですけどねこのあんまりどんな街だったか覚えてないですで昔のやつはここはシカゴになってるんですねシカゴイリノイってなっててでその後 こう工場そのものが工場というか会社そのものか移転してモンローに移ったのでここにモンローって書いてあるのは比較的、まあ、新しいスネアってことですねでこれがなんか80年代中期以降だったかながこのバッジがついてるらしいんですよなので多分これは85年以降もしくは90年代ぐらいに作られたスネアではないかという感じなんですね でででそのの辺が曖昧なのでですね実際これブラックビューティーって普通はブラス製なんですね真鍮でできてるんですけどなんかその時期だけねブロンズになった時期があるらしいんですよ1981年だったかななんかセルマーってあのね会社、えー、とセルマーはあれ管楽器とかの会社かなに買収されたかなんかででコストダウンするためにブラスからブロンズに変えたっていうのででそれで その期間です、ね、なんかカタログからもパッと姿を消してたらしいんですよねブラックビューティーっていうもの自体が。で88年ぐらいに復活してくるみたいなんですけどこれがそのバッジの形からして80年代中期以降みたいな曖昧なところから推察するとまあブラスかもしれないしブロンズかもしれないみたいなまあ削ってね中見たらわかるのかもしれないけどここの彫金、まあ、してるところの感じを見るとこれブラス ぽい気はするんですけどあんまり僕もねそんなあの機材そこまで追求追求しないというか <laughs> 細かいことあんまり気にしないでいい音ならいいじゃんっていう感じなんでまあブラスかブロンズかどっちかっていう感じですねで特徴他にはですねチューブラグですねここチューブラグっていうこう接地面が少ないこことここしか設置してないのであのシェルの 振動を妨げにくいと言われてるチューブラグってやつがついててあとこれですねこれ中に入ってるんで見えないですけどよいしょここにあこれ透明だからわへ、んここにあるじゃないですかこれ内側からミュートができるっていう昔のドラムにはよくついてるタイプのミュートがくっついてますでえー、っとフープはこれプレスフープですねで案外ですね今回これちょっと語るためにえー、っと YouTube じゃねえや <laughs> Google で 検索してみたんですよブラックビューティーエングレイブドみたいな感じでで見るとねこれと同じタイプのスネアってあんまないんですよね市場に出てなくて中古品とかでも出ててもなんかここの彫金の柄が違うとかこれがチューブラグじゃなくていわゆるこう何すかねラディックのカクカクした感じのラグ <laughs> 名前が分かんないですけどあれだったりこの、えー、っとフープがダイキャストフープになってたりっていう感じでね まあその辺の組み合わせで種類がものすごい数あるんで、同じブラックビューティーって言っても、深さもやっぱ違ってくるし、あ、ちなみにこれ深さね、5インチなんです、深さが。ブラックビューティー5インチと6.5、6半っていうのがあるんですけど、これは5インチのタイプですね。後傾は14です。という感じで、あとですね、これ、これ P85 っていう、まあ、ザ・ラディックっていう感じのこのストレイナーなんですけど、これがね、僕個人的に、 あんま好きじゃない <laughs> あんま好きじゃないんだったら付け替えちゃえよっていう話なんですけどなんかこれにぴったり合うやつとか調べるのがめんどくさくてそのままにしているっていう感じですでもそのままの癖してですね何が嫌いかっていうとですねな,なんか悪いとこあんまり言うのなんですけど最近の。 えと他の国産の日本製のやつとかまあ日本製じゃなくてもそうかもしれないですけどやつってドラムチューニングするのにここ四角ボルトなんですね四角い形なんですよでチューニングキーってやつでこれくるくる回してやるんですけどそれを同じチューニングキーでこのストレーナーのこの紐を取り付けたりするのもできるようにしてあるんですねこの四角の頭のボルトを使ってでもこれはですねラディックの P8 0これプラスドライバーなんですよ しかもここの金属が結構柔らかいんで無理に締めると簡単に舐めちゃうんですねそうそれで一回僕実際これ舐めちゃってこれ交換したんですねここだけ交換する時に違うやつに変えろよって言われたら確かにっていう感じなんですけど <laughs> なんかその時もねあのこれ変えたら音変わるのかなとかいろいろ考えつつこの同じ P85 をアメリカに行った時に注文して取り替えたんですねさらに言うとですねなんか 文句ばっかりになってくるんですけど、この反対側、ストレーナーの反対側ですね、ここも止めるやつあるんですけど、今度はここね、マイナスなんですよ。マイナスドライバーで止めるっていう形。<laughs> なんでこんなめんどくさいことをするのか。しかもこのマイナスがですね、この、なんですかね、このネジ山が、ちょっと、あ、これね、書くと、ネジ山がですね、あった、<laughs> ぶつかっちゃった。こういう感じのネジ山になってるんですよ。 こここがこうネジになっててそうするとこうマイナスドライバー上からマイナスドライバーこんな先っぽだと思うんですけど <laughs> すっげえ適当な絵ですけどこう刺すとここの辺がねあの回す時に引っかかりが少ないんですよねこのジじ山がこういう感じになってるとこのエリアがあるんで回しやすいんですけどねこの形だと非常に回しづらい。 回そうとするとこう滑ってここに引っかかってたマイナスラベルがこう横にビュッて動いちゃったりっていうのがあるんでここはねほんとちょっとなんとかしたいところではあるものの結局文句をこうやって言いながらそのまま使っているという <laughs> あさらにもう一個言うとですね <laughs> 本当に文句ばっかなんだけどここですねこの一番上これがですねフープとほぼ一緒っていうか若干これ飛び出てるんですね上にそうすると リムショットとかこうスティックでガーンってやる時にここに当たるんですよ <laughs> そうするとスティックにもダメージあるし音変だしここもガーンって衝撃でぶっ壊れたりするしっていうんでなるべくここをこう自分の右手と左手のこの位置この辺りですねには持ってこない昔は左手でこうオンオフやりたいからこう左手前45度っていうか時計で言うと,えと7時とか8時とかぐらいのところに置いとくとこう。 演奏中に手指ですごいやりやすかったんですけどここに置いとくと思いっきりスティックがガシガシ当たるんですよねなので最近はこう真横9時の位置に持っていくか6時の位置に持ってまあ9時の方が多いかなどっちかでやるようになりました <laughs> で、こんだけ文句言いながらなんだかんだでやっぱんですかね手間がかかる方が可愛くなってくるっていうものなのかなんだかんだそもそもこのすねを手に入れたのがもう 20年くらい前ですかねその時横浜で友達と飲み会があったんですよな何時か忘れないけどその飲み会に行くのにちょっと早めに横浜に着きすぎてで横浜の石橋楽器に行ったんですねでそこでたまたままだ石橋楽器がね台映の,の上にあった頃なんですけどわ、まあ、かる人にしかわかんないと思うんですけどそこでパッと見てこれがあったんですよでハードケース付きで当時8万いくらか8万円ぐらいだったんですよ確かで たたまたまですね、その日バイトのの給給料料が入ったその日給料日だったたそ日、日だんですね。運がいいのか悪いのか8万っすね何にかけんの結構だなーって当時19歳か20歳ぐらいの僕は思ったんですけどでもこの見た目見たことねえしこれ一生に1回しか出会えないんじゃねえかみたいな感じで速攻で ATM に走ったかデビットカードで買ったか忘れたんですけど <laughs> これを 買っっっててこれを持って飲み会に行ったといういい思いうう思出があります <laughs> そうだからハードケースあったはずなんですけどいつの間にかどっかに行ってしまってひょっとしたらケースだけ売ったのかななんて思いながらも未だに使っているスネアですあちなみにこれそのままそのままっていうかその後僕が昔日本でやってたバンドスピカーっていうんですけどそれの時のレコーディングで使ったりとかあ,あとバークリーに持っててボストンニューヨーク とかでも結構盛んに使っていたスネアですね。という感じでなんか長々と話してしまったんですがこんな感じでですねまあ需要があるのか分かんないですけど、えー、僕のスネアお気に入りスネア紹介というのをやってみたのでもしよかったらですね皆さんもご自身のお気に入りスネアあるかなと思うんですよなのでその僕のお気に入りはこんなやつで私のお気に入りはこんなやつっていうのがもしあったらですねコメント欄にいろいろ書いていただいていこう。 スネア談義みたいのができたりすると面白いなと思うのでよかったらコメント欄にもいろいろ書いていただけると嬉しいですというわけで本日はですね僕のお気に入りスネアのうちの一つラディックのブラックビューティーをご紹介いたしました以上田中良でした